政務活動費の不正受給で議員辞職が相次いでいる富山市議会で、ついに議会の議長も辞職願を提出しました。辞職願を出したのは富山市議会の市田隆一議長ら自民党会派の3人です。市田議長は去年プロジェクターなどを買ったように装って合わせて14万円余りを架空請求するなどしていました。これまで議員の辞職願は市田議長が受け取っていましたが、今回は議長自身が提出することになり、代わりに副議長が受け取りました。市民の皆様に深くお詫びを申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。市田議長は後から注文しようと思っていたが、お金は受け取っているので認めざるを得ないと不正受給を認めています。